バイセリアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州トゥーレアリグイの都市で、ある。カリフォルニア州の中部で農業の中心である、サンホアキンバレーにあり、サンフランシスコからは南東に230マイル、ロサンゼルスからは北に190マイルの位置にある。2010年国勢調査では、人口12万2442人であり、2000年からは36%増加した。 カリフォルニア州では44番目、全米では201番目になっている。地域総面積は28.6平方マイルである。2007年で、州内では3番目に成長速度が速く、全米では19番目となった。セコイアへの入り口と呼ばれることが多く、また、バレエの体幹養蜂玉というあだ名もある。バイセリアは1852年に設立され、 ストックトンとロサンゼルスの間では、最古の高級的内陸開拓地となった。トゥーレアリ軍の軍庁所在地であり、軍内では、人口最多、国内でも最大級に生産的な単一、農業地域と言われる、セコヤバレーの経済中心である。国内でも標高が高い方である、シエラネバダ山が宮までは、数マイルの距離にあり、最高峰のホイット兄さんは、 ツーレアリ軍と陰陽軍の中にある。地球上で最大の生物である、ジャイアントセコイアの木が育つ、セコイア国立公園に最も近い都市である。このために、バレーが、ジャイアンツに会うところとも呼ばれている。バイセイリアの地域に最初に入ったのは、数千年前のヨクウト族と、モノ族インディアンだった。ヨーロッパ人が最初にこの地を訪れたのが何時かは、不明だが、最初に、 文書で記録を残したのは1722年のスペイン軍人で探検家のペドロ・ファンヘスだった。1850年にカリフォルニアがアメリカ合衆国の州に昇格した時、トゥーレアリ軍は存在しなかった。現在のトゥーレアリ軍となっている地域はより大きなマリポサ軍の一部だった。1852年、何人かの開拓者がこの地域に入り、ここをフォークリークスと呼んだ。 この地域には、シエラネバダ山脈から、多くのクリークや川が流れ出していたことからこの名前が、付けられた。その水が広い範囲の湿地を作り、壮大な多くの森が作られていた。開拓者の中の熱心な集団が、衆議会に、軍創設を請願し、1852年7月10日に、トゥーレアリ軍が生まれた。 開拓者たちが建設した砦の最初期の住人は、ナサニエル・バイズだった。バイズは、新しい開拓地を測量する責任があった。1852年11月に、この町には60ないし80人の住人がおり、そのうち30人は、就学年齢の子供である。町は、カウェア側の小区画にあり、トゥーレアリ軍の庁舎所在になるべく、運命づけられていたと記した。 1853年、その予言が、現実になり、バイセーリアはその時、以降郡長所在地であり続けている。バイセーリアは、バイセーリアは、ナッサニエル・バイズの先祖の故郷である、ケンタッキー州、バイセーリアの名前にちなんで名付けられた。バイセーリアの初期の成長は、カーン川沿いのゴールドラッシュが一部貢献した。金に対する熱に浮かされた渡りの最高者が、 バイセリアを通って進み、その誘惑が実現されないことが分かった時に、バイセリアに戻って住みつき、家族を育てた。1859年、セントルイスからサンフランシスコを結んだ、ジョン・バターフィールドの山岳駅馬車道の通過点となった。その後を示す名番が、東メインストリート116に建てられている。初期住民の中には、 バターフィールド駅馬車道を通る旅人を餌食にする、悪な高く扱いにくい人々がいた。駅馬車の停車場となった、中心街周辺に、酒場やホテルが出現し、商売はいくらか危険性を伴ったとしても、活発だった。その次に記憶すべき出来事は1860年に、 テレグラフが通じたことだった。バイセリアの住人は、アメリカ東海岸で起こっている出来事に関する、情報を時を置かず手に入れることができ、それが、南北戦争に発展することになった。この南北戦争中、バイセリアの多くの住人は、北部と南部どちらについたものか判断できず、単純に、メインストリートで、自分たちの縮小版内乱を戦った。 誰も戦争の帰結がわからなかったが、明らかに参加者たちの満足のいくように結果が出た。後で生活は状態に戻った。しかし、連邦政府はそれほど容易に納得せず、分離行動に関する心配に対応して、南部寄りの新聞である、イクオールライツ・イクスポジッター氏を発禁にし、守備隊を結成させた。1862年に、 キャンプバビットが建設され、南部に対する、あからさまな支持を止めさせ、地域の法と秩序を維持するものとされた。この南北戦争中の1864年、バイセリアが自治体化され町として新たな権利を得た。バイセリアはさらに1874年に市に昇格し、市議会と職権上の市長及び議長が生まれた。1904年バイセリア電気鉄道が、 法人化された。2009年と2010年、バイセリアでは、アムジェンツアー・オブ・カリフォルニアが開催された。バイセリア中心街のパノラマ写真バイセリアは、いくつかの地区に分かれており、そのいくつかは、ュ入済みの地域あるいは、地域社会である。バイセリア周辺には、いくつかの独立した都市もあり、それらは直近にあるために一般には、バイセリア市の中に、グループ化されている。 通常、市内は、中心街、北バイセリア、イーストサイド、南西バイセリア、工業地域、ムーニー及びウェストサイドに分割されている。ロッキーヒルから、バイセリア東部を望む。左から、イグゼター市、バイセリア市、フライアントカーンウンガ、セコヤフリーウェイ。 ベニスヒルズ、ウッドレイク市バイセリアは、北緯36度19分27秒整形119度18分26秒、北緯36.32417度整形119.30722度、36.32417-119.30722二位置し、不規則な形をしている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は28.6平方マイルであり、すべて陸地である。この地域で標高が最も高いのはホイット兄さんである。市内の丘陵部はベニスヒルズと呼ばれ、シエラネバダ山脈の山裾全体が市の東部にある。山岳から流れ出す水流は4本ある。最も大きな川がセントジョンズ川であり、川や川の分水ダムに始まり、 水流のある季節が限られている。その他、ミルクリーク、キャメロンクリーク、パックウッドクリークが流れている。市内を流れる、小さなクリークはたくさんある。フライアントカーヌン川は、シエラネバダ山が脈丘領部の西端に沿って、市のすぐ東を通っている。バイセリアは環太平洋火山帯に近接しているので、地震の影響を受けやすい。 地質的不安定性のために地表及び地中に多くの断層が生まれており、年間約1万回の地震を起こしている。大きな断層の一つがサンアンドレアス断層である。これまで大きな地震に襲われたことはない。ほんの数回の地震を除いては、規模が小さく勇敢地震とはならない。市の一部は洪水にも見舞われやすい。サンホアキンバレート都市圏は、 隠れ突き上げ地震の危険性もある。バイセリアは、幾分地中海性気候に似ているが、ステップ気候の型に近く、砂漠気候にまではならない程度に、降水量がある。年間を通じてたっぷりと日照を楽しめ、測定可能な降水は、年26日だけである。4月から10月は、暖かい気候から暑い気候となり、乾燥している。 日中の平均最高気温は74かし94度であり、夜間の平均最低気温は48かし65度である。しかし、気温が、かし100度を超えることも多く、時として、かし105度に達する。11月から3月は温暖で雨が多い。日中の平均最高気温は54かし67度であり、夜間の平均最低気温は36かし45度である。 しかし、気温が 30S を下回ることもあれば、下肢70度まで上がることもある。年間平均降水量は11インチであり、主に冬と春に降るが、概して軽い夕立ち程度である。時には激しい雨と雷に見舞われることもある。サンホアキンバレーは、雨が少ないが、山岳部は多い。平均して、雨の降る年は稀であり、 乾燥した年が続いた後に平均以上となる年が、1、2年続く。降雪は、極めて稀であるが、地域から数マイル東に行っただけの山岳部は、毎冬降雪がある。市内での過去最高降雪量は1999年1月25日の、3インチに満たない値だった。バイセリアの地域はクリーク、川、丘及び山と、多様な生息域があるために、 自然の植物種が豊富である。その中には、香りすぎ、多く、カリフォルニアベイマンザニタ、サルビア、マウンテンマホガニー、サーキカルプス、ビチューロズ、ミルクウィード、カリフォルニアフクシア、モンキーフラワー、ペンステモン、ウェスタンガメリカ、およびディアグラスがある。バイセリアはその地形や自動車に強く依存していること、および農業のために、 スモッグという形の大気汚染がある。この地域やサンホアキンバレー内の他の部分は、自動車、航空機、機関車、農業、製造業などの発生源から出る排気ガスを保持して、大気逆転を起こしやすい。スモッグを晴らす雨に頼っている他の都市とは異なり、この地域では年間雨量11.03インチと雨が少ない。大気の汚染が何日も続くことがある。 バイセリアや他の主要都市の大気質の問題で、正常空気法など、国内の環境法が成立することになった。最近では、カリフォルニア州が、全国に先駆けて、低排出ガス自動車を義務づけることで、大気汚染を抑えようと動いている。夏は乾燥して暑いために、この時期だけが、スモッグが、特に多い。冬は、 暴風がスモッグを払うことになり、それほど問題ではない。電気自動車や、ハイブリッドカーなど汚染を減らす手段の中でも、より積極的な手段が選ばれ、スモッグを、今後減り続けさせようとしてきた。その結果、ここ数十年で、汚染のレベルは減ってきた。スモッグ警報ステージ1の発報回数は1970年代の、年間100回以上から新千年期に入ってから、 ほとんどゼロのレベルになった。このような改善にもかかわらず、アメリカ呼吸器学会の2006年報告書では、短期間汚染度と年間汚染度の指標で、バイセリア氏を全国第11位に汚染されている都市とした。2007年の報告書では、第4位にまで上昇し、2008年の報告書では、短期間で3位、年間で4位とされた。バイセリアの経済は、 農業、畜産業及び物流と製造施設に支えられている。軽工業と工業、商業の物流は、バイセリアの市民雇用数が最も成長している部門である。トゥーレアリ群、セコヤカレッジ及び、カウェアベル大量センターが、市の主要な雇用種である。市内には2つのショッピングセンターがある。バイセリアモールは1964年にオープンし、 カリフォルニア州では初の屋内型ショッピングセンターだった。セコイアモールは1975年にオープンした。スプリントネクステルの 4G 携帯電話を最初のテストマーケットとして採用したカリフォルニア州の4都市の一つがバイセリアであることはテレビやインターネットで宣伝されている。バイセリアの包括的年間財務報告書2008年版によれば 市内の大きな雇用種トップ10は以下の通りである。参照、バイセーリア出身の人物バイセーリア都市圏には、キリスト教徒が233,293人いて、最も多い宗教人口となっている。メノナイト、カトリック教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団、南部バプテスト協議会、アメリカバプテスト教会、末日聖徒、イエス・キリスト教会、ナザレ教会、 合同メソジスト教会、セブンスデイアドベンチスト教会、クリスチャン教会及びチャーチズ・オブ・クライストなど多くの教会が市内に散らばっている。その大半はコールドウェル・アベニュー沿いのサウスバイセリアにある。バイセリア住民は多民族であるために、多様な宗教が信仰されている。ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教、ゾロアスター教、シーク教、バハイ教、 東方正教会、スーフィズムなどである。例えば東南アジアからの移民が仏教人を混流し、バイセリア地域では唯一の仏教人としている。バイセリアの主要日刊誌は、バイセリアタイムズデルタである。スペイン語では、エルソル紙がある。多くの小さな地域新聞、週刊紙、雑誌もあり、バレーボイスニュースペーパー、ドゥレアリアドバンスレジスター、 トゥーレアリボイス、バレエレスポンス、ロアマガジン、リビングヒアなどがある。オンラインの雑誌としては、トゥーレアリ軍全体をカバーする、双方向市民雑誌として v i s a l i a g r a p e v i n e c o m がある。英語やスペイン語以外にも、アルメニア、ラオス、モンおよび、中国など母国語で、移民社会に配布される定期観光物がある。バイセリア市に隣接する都市も、 独自の新聞を発行しており、バイセリアの特定地区と内容が重なるものもある。バイセリアは、バイセリアローハイドが、本拠地にしている。これは、メジャーリーグベースボールのアリゾナダイヤモンドバックス参加で、ハイエークラスマイナーである。ローハイドは、レクリエーションパークを試合場にカリフォルニアリーグに、参加している。セコイア大学は、コミュニティカレッジであり、 バイセーリア市では唯一の公立カレッジである。サンホアキンバレーカレッジは市内唯一の私立カレッジである。チャップマン大学とフレズノパシフィック大学の2つの大学が市内に文工キャンパスを構えている。バイセーリア市はセントラルバレーの人口10万人以上の都市で唯一4年生大学のない町である。トゥーレアリ軍公共図書館、バイセーリア市所。 バイセリア統合教育学区がバイセリア全市と周辺社会を管轄しており、修学児童、生徒の数は約3万人である。トゥーレアリ群公共図書館がバイセリア中心街にある最大の支所、バイセリア文館を運営している。市内はバイセリア学習センターなどいくつかの小さな図書館がある。バイセリア交通が環境に優しく、 リベンナ公共輸送機関をバイセリア、ゴーシェン、ファーマーズビル及びエクセターの街中で行き来させている。またバイセリア、ゴーシェン、ファーマーズビルの中では乗り合いのオンデマンド方式でドアツードアの輸送も提供している。バイセリアタウン、トローリーが中心街で運行されている。トゥーレアリ軍地域交通はバイセリアと地域全体の 小さな社会との公共輸送を担当している。月曜から土曜日までの定期便やオンデマンド便がある。セコイアシャトルはバイセリアとスリーリバーズからセコイア国立公園までの主弁で手頃な料金、また環境に優しい代替交通機関を提供している。ザループは青少年の活動が行われる市内の地域センターやレクリエーションセンターまで。 就学年齢の児童を簡単に安全に無料で送り届ける手段である。バイセーリアにはバイセーリア市民空港がある。その他の近接する商業空港には次のものがある。以下は2009年の人口推計データである。バイセーリア市役所さんホアキンバレーの大半と同様に共和党支持で登録している有権者の数が民主党のそれよりも多い。 バイセリアの登録有権者は五万千七百十八人であり、約三十一点九パーセントが民主党支持、四十九点一パーセントが共和党支持である。残りの十九点零パーセントは独立系であるか、アメリカ緑の党やリバタリアン党のような小政党、支持者である。バイセリアは五人の委員による、市政委員会が収める一般法都市であり、市長と副市長も、 市政委員会のメンバーである。市政委員会が、シティマネージャーを雇用し、政策を実行し、執行役員として機能させている。奇数年に、市政委員の二人、または三人が改選され、四年間の任期を務める。毎年春に、市政委員会が招集され、委員の五選で市長と副市長が選出されている。バイセリアタウンセンター郵便局、カリフォルニア州議会では、 上院の第18及び下院の第36選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第21選挙区に属し、クック投票同行指数では共和党プラス13となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。アメリカ合衆国郵便公社がタウンセンター、バイセエリア及びミレニアムの 各郵便局を運営している。タウンセンター郵便局は1985年1月11日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。バイセリアは2つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。